エーテポンゲーです。おはようございます。ネクロダンサーというゲームをやっていきます。このゲームスチームと、言われるものです。はいちょっとね、でもスチームに関してねよく分かってないんだけど、そのパソコンでねできるそのゲームです。はい。で、なんでねネクロダンサー急にやろうと思ったかというと、とあるね実況者さんの実況動画見ててね、すっごい面白そうだったんで買っちゃいました買っちゃいました。はい。1500円ぐらいでした。まあこのゲームの内容としては、この下に流れている心拍1回が1ターンで、簡単に言うと不思議なダンジョン系だということを聞きました。誰からか、誰に？なのでね、ちょっととりあえず要は試しだと、面白そうだったんだったらもうやってみるしかないということで、やっていきます。音に合わせてね、なんかこう動いて、これさ、ゲームパッド使えんのかな。ちなみに、ゲームパッドいける？いける感じ？こうやってこう、例えばこう適当にこう動いてたら良くないんですよ。なんかミスって下に出る。ちゃんと心拍のあれに合わせて動かなきゃいけないと。こうこうこう。これ多分コントローラーでもできるな。またちょっと設定しとくか。多分これあれだ、設定で変えれるな。よし。まあ今日はねキーボードでやっていきます。これマウスは使わないのかな、基本的には。どうなんだろう。やっぱりさ、いい位置でやりたいじゃん。そのキーボードもマウスも使うんだったら、じゃあとりあえずやっていきまーす。トントン。 If I'm gonna survive this, I'll have to remember what Uncle Eli taught me. なんて Please unarrow key on the beat to move。 上のやつ読んでなかったな。まあ読めないんだけどね。プレス P to スキップ。あ、だからこれ多分チュートリアルなんだと思う。ああ、なるほどね。は？そう、基本的にはね、この、全部英語ですね。このスチーム関連のゲームは。撮ったらいいの？トン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 。けん。あー、なるほどね。てっきりさ、なんかボタンを押して攻撃するとかそういう感じだと思ってたんだけど、使うのは十字キーのみなのかな、これもしかして。かな、もしかしたら十字キーだけかもしんない。十字キーっていうか、あれ、矢印キー、キーボードの上下のあれ、移動キーだけですね。あ、これは簡単でいいかも。大きい剣。ブラッドソード。これで、取ったんだ。ドン。
そうそう、ちゃんと音に合わせてやらなきゃいけないから、うん、ね、自分勝手には動けないよ、この心拍に合わせて。ダイヤモンド、ダイヤモンドかな。 Looks like those skeletons put their hands in the air when they're about to jump. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. どういう感じ、あのさ、対面した時どうやって倒せばいいんだ。だから相手のワンターンを理解しなきゃいけないってことか。そういうことか。You did press up plus down to continue. Press up, down. Return to lobby. Watch replay. Quick respect. Restart. これ。ビジットロビースペンドディアモンドは？クイックリス、ちょっとね、あのいかんせい、あの初めてなものだから、うん、いろいろとちょっとグダグダするけど申し訳ない。うん、トントントン、えい、はいはいはい、なんか言ってるけどちょっとよくわかんない。ここで開ける、トントントン、これなんか攻撃受けない方法ないな、あるよな、見てた時あったもん、ちゃんとうまいこと立ち上がってたもん。A broadsword, not as sharp as I used to, but I bet it can still take out three enemies in one shot. 相手の動きをよく見よう。 Looks like those skeletons put their hands in the air when they're about to jump. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. 待つ待つこと、待つことが大事もしかして。矢印、That trap is mostly harmless, but Eli warned me of deadlier traps to come. ちょっと楽しい。なんもないよね。じゃあ降りよう。よし。Yes, give a hint. No, thank you. OK. ヒント。ちょっと心音が速くなったね。こういうことでしょう。ん？斜め攻撃ってのはできないんかな。あ、なるほどね。あ、ちゃんと動いとかないと本当ダメなんだ。なんか。ちゃんと動いとかなきゃ本当にダメみたい。スコップの耐久値とかないのか。あ、ほら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 、ちゃんとあの信用に合わせて動けと。了解しました。いやー、もう今のさ、反撃食らっててもおかしくなかったよ。ちょっとずれたね、また。ちゃんとそういうとこ、はい、了解、ダメなのね。ええ、ちょっとあー、なんだよこれ。なんか入っちゃいけないとこ入ったんだろうな。うん、クイックリスペクト、リスタート、クイックリスタート。さあ、気を取り直していきましょう。
とまだな、あの敵の動きっていうか、どうやってこう敵と相対したらいいのかがよくわかんないな。お、ショップ、ちょっとリズム狂リズム狂わされるわけど、まああれなんだけど、お金がないもんな、お金がないや。あの右上に出てるのがコインですね、右上に出てるのがコイン。どんどん進んでいこう。そうそう、引きながらね、こう攻撃する。そうそう、引きながら攻撃する。これ覚えなきゃ。あ、またちょっと止めちゃった。あ、ほらほら、わかるわかるかな、この音がどんどんさ、グダグダになっていってる感じ。ちゃんとちゃんとやろう。あ、あ、え？これ押したからかな。なんかもう、よし、整えて、整えて、よし。多分ね、あの鍵があればこの人助けれるんだと思う。なんだこれ、これ違うな。上3方向攻撃だからすごいなんかいいね、戦いやすい。次はどちら、こちら。あー、ちょっとしまった、ボタンミスった。あ、そうそうなんだよ、これ見たんだよ、このドラゴン見たんだよ、これなんかうまい具合にくっつけて、こうなんか相手は2回に1回動くかなんかで、だから1回叩いて引く、1回叩いて引くっていうのを繰り返さなきゃ倒せないの、これやり直しまーすあ、やべえ、面白いかも、やっぱ予想通りだわ。ほんと面白そうだと思ったからさ、1500円したけど買っちゃったもんな。ちょ、えって、これ極めようかな、マジで。ネクロダンサーの得点になろうかな。あ、そうだな、まずはあれ取りに行かなきゃな。まずはあの大きい剣、ここなん敵がな、ちょっとずれたか。うわ、むずいなこれ、このリズムに合わせるのマジでむずいな。なんかいい感じのさ、リズムの取り方ないかな。体揺らすか、体揺らしていこう。これ変える、よしよしよし、ドン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 、うるせえなあえてよしよしよし、あの松明を拾うと明るくなります。よし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 、下からいこう。よしよし、体よろしい、リズムに乗って。ああ、リズム乗れなかった、リズム乗って、よし。あっ、やばい、あぶね、オッケーオッケー、理解理解、よし、ちょっとずつ覚えていこう。よしよしよし、ここはもう何もない、よし。
あ、今の危なかったよ。よしよし。で、緑のスライムは弱い。これこれなんだこれ。なんか違うかったみたい。あの爆弾ってさ、あちゃっさっさっ、ちょっと待って、爆弾の使い方わかんないんだけど、マウスかな、マウスでこう、これこれなきゃないよな、なきゃないよな。ま、爆あの上、上のアイテムどうやって使うんだろう。エンター、あ、コントロールかな。デリート、いや、スペース、ボムの B、 ダウンレフト、ダウンレフト、はい了解はい了解しました。ダウンレフトです。ちゃんと書いたら、あれ書いたら、書いたら、トン、トン、トン、これ剣ね、これ剣取って、あ、そうか、なんかこのこのこのボタンを押したからなんか音がおかしいんだ。これこれ、あれあんま踏まないようにしよう。うん、あんま踏まないようにしよう。リズムが狂う。よし、体揺らして、よし、トン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 、アウは動くよ。あれなんだよ、気になるな。ハートが増えたね。ハートが増えた。その代わり武器がなくなったな。オッケーオッケー、了解。ちょっとちょっと、うまく、よし、ハートがいっぱいあったからいけたね。ちょっとリズム早い、右めっちゃ敵いるんだけど。危ね、あ、敵も罠に引っかかるんだ。あの黄色いの絶対強いだろう。店があるな、行ってみよう。お金45、あ、買えるじゃん。これこれも、よし、そんな装備で大丈夫か。まあいいか何があったんだ今、今何があったんだ。黄色いのに攻撃されると飛ばされんのかな。あー、ちょっと待って、よし、あー、またり、あ、ちょっと、ちょっと、むずい。オッケーオッケーオッケー。ちょっとずつだけど、コツをつかんできた気がするよ。うん。はい。多分まだ、まだ本当、全然だろうけど。
はい、ではね、ちょっと一回ここで区切りますね。はい、では、パート1、ご視聴ありがとうございました。